こんにちは。学習塾ネスト福知山の小西優穂です、えー。今回は中3国語の教科書、古今和歌集、かなじょというところをやっていきたいと思います。えっ、ー、と、今までは、まあ、現代文中心でやってきたんですけれども、あとまあ、久々の古典ということで、あとまあ、またちょっとあ古文の、まあ、文法だったりとか、あまあ、リズムというところにね、一旦こう頭を切り替えて勉強を聞いていってもらえたらと思います。 まあただ、えっと、この時間にやっていくのは、古今和歌集の彼女。まあ、いわゆるプロローグみたいな部分です。なので、えっと、まあ、古典のまあ文章を読むっていうのはもちろん出てはきますけれども、あと、あ、わかってこういうものなんだとか、まあ、この作者がわかってこうだというふうに考えている、そのまあ言説、それをまあ、知ってもらうというのと、それからまあ、リズムですね。 あと、やっぱり、すごくよく親しまれている内容なので、まあ、1年生の時は、色ハウターやりますよね。で、2年生の時は、えっ、ー、と、平家物語。あれを、まあ,あと、暗記して、多分、暗唱してっていうのをやったと思います。まあ、それと同じように、3年生では、この古今和歌集の彼女という部分をね、えっ、ー、と、まあ、音読すると、声に出して読むというところで、まあ、親しんでもらえたらというふうに思います。 はい。ということで、今回やっていくこの古今和歌集なんですけれども、えっ、ー、と、古今和歌集、まあ、読んで字のごとく、まあ、和歌を集めた、あと、まあ、歌集ですね。なんか、まあ、いわゆるアルバムみたいな感じで、いろんな、こう、歌が、誰かが読んだ和歌っていうのが、こう、たくさん綴られているわけです。はい。まあ、この超有名なこの古今和歌集なんですけれども、実は、これよりも前に、万葉集と、 いう、えっと、歌集が出ているんですね。で、えっと、この万葉集、古今和歌集、そして、えっと、新古今和歌集。この三つは、っと、もうめちゃくちゃ有名な、三大歌集と呼ばれるような、えっと、ものなので、この次の時間に、えっと、いろいろと読んでいくというふうになっています。万葉集の和歌、そして古今和歌集の和歌。で、まあ、だから本編はそっちだと思ってください。 この古今和歌集っていうのはちなみに、まあ、万葉集の後にできた歌集なんですよね。古今の古っていうのは、まあ、古いと書いていますが、これは、万葉集ができた時代よりも、まあ、あと、と同じか、まあ、それより後。そして、今っていう、もう、この古今の金っていうのは、この和、古今和歌集ができた時の、この先者たちが生きた時代です。要するに、万葉集には、あと、 載せられなかったというか、まあ、なくなく落とされてしまったやつとか、あで、今もこんなヒットチャートありますよとか、そういうこぼれたものとかを集めて、またちょっと新しい歌集作りましょうねっていう風にできたのが、この古今和歌集なんですね。はい。なので、えっ、ー、と、別名、これ、食万葉集といって、まあ、族、続くと書いて、族万葉集みたいな。 万葉集の続きって、ああいうふうに呼ばれることもあるそうです。はい。で、そんな古今和歌集ですが、成立は平安時代。で、この古今和歌集の仮名で書かれた条文。これが今からやっていく仮名書です。はい。仮っていうのはまあ、ひらがなね。で、えっと、ひらがなが使われたっていうのが味噌で、今まではまあ、あと漢文スタイルというか、 あまあ、漢字ばっかりでこうバーッと書いていくっていうのがまあ主流だったんですけれども、まあ、えっと、ここでは漢字と、まあ、かなっていうのが混じった文章。要するに、ひらがなっていうのが、こう、間にこう挟まるような形で書かれた。というところが特徴です。なので、かなじあと、まあ、まなじと呼ばれるようなタイプも存在します。で、この、序文っていうのは、まあ、要するに、 この古今和歌集っていうのはこういう,う歌集ですよとか。そしてと、ここで紹介するこの和歌っていうのはこうこうこういうものなんですよ。まあ、紹介文みたいなもんですね。それが最初に載せられている。それを書いたのは、この古今和歌集に載せる和歌を選定した、まあ選んだ選者の一人である木のつらゆきさん。木のつらゆきと読みます。 この人が、まあ、書いたんだというふうにされています。まあ、ちょっと、本当かどうかは分かってはいないんですけれども、この、木の貫之さん、えっ、ー、と、土佐日記とかを書いた人としてもめちゃくちゃ有名なので、この人も名前はぜ、えっ、ー、と、覚えておいてください。はい、この木の貫之さんが、えー、古今和歌集、金所で何を言っているかというと、まず、和歌の本質。和歌っていうのは、こういうものなんだ。こうこ、うこうして生まれて、いい 生まれてたものなんだ。っていう、その本質を語っている。ただ、あと、それをこう、そのまんまストレートに語ると、あと、伝わりにくいので、植物の話というのに、こう、例えて、えっ、ー、と、論じているわけです。詳しくはまた後で見ていきます。それから、和歌の公用。公用っていうのは、まあ、使い道とか効き目っていう意味です。和歌って、こういう時に使えるんだよ。こういうことができるんだよ。 っていうのも論じたりしています。はい。で、その和歌の公用っていうのが、また後で出てきますが、ものすごいので。これちょっと期待して聞いておいてください。では、実際に、えー、古今和歌集の彼女を見ていきましょう。ここからは古文を読むパートになりますから、皆さん今までに習った、えっと、文法とか、あと、現代仮名遣いに直す、みたいな、歴史的仮名遣い、 現代づ使いに直すとか、まあ、そういう意識もね持ってやっていってくださいえっ、ー、とちょっと4つに分けて、えー、紹介をしていきますまず最初大和歌は人のの心を種としてよろずのことのはとのれりけるここですね、えー、大和歌は人の心を種として「大和歌」っていうのがまあここで散々語られている「 和歌のこと。和歌っていうのはね、人の心を種として。だから、ここで種っていうのが出てきます。これさっき言った植物の話に例えてっていうのにつながるんですね。で、よろずのことのはとぞなれりける。よろず、このつにてんてんっていうのは、現代金遣いに直すとすにてんてんでした。 はい。そして、よろずっていうのは、まあ、よろずやとか、よく皆さん聞いたりしませんかね。えっ、ー、と、万、ま、って書くんですよね。だから、まあ、さまざまな、さまざまなことのは。これ、要するに、言葉っていうことです。いろんな言葉になったんだ。ただ、このことのはって分けてるのには、理由があるんですね。このことのはのはっていうのがまさしく、 植物に例えられているところの葉っぱ。ここにかかっているんです。で、ことのは、とぞなれりける。この、とぞ。これ。これ、皆さん大事ですよ。これ覚えてますかね。とぞなれりけりではなく、ける。ここが、けりではなく、けるに変わっている。これが、 かかり結びの法則ありましたね。とゾウナムヤーカこそっていうワードが出てきたら、一番最後の文末の形を変化させるんだ。いうことで、ここはくっついてあ関係し合っています。かかり結び。ポゾなれりけるっていうのが、あとなれり。これは、えー、と何々している。 そして、えっ、ー、と、蹴る。まあ、これ、もともとは、蹴りです。この蹴りっていうのは、まあ、過去を表す助動詞。何々したっていう意味です。なので、ね、よろずのことのはとぞなれりける。さまざまなことのはとなっていった。というふうな訳し方になりますね。はい。じゃあ、まとめましょう。山和歌。つまり、和歌というのは、人の心。そこから出発している。 人の心を種として、そこからこう目が生えてこうニョキニョキニョキっと葉が育ってで、植物が育っていくかのように、人の心から生まれるもの、様々な言葉となったもの、それが和歌というものなんだ。ただの言葉じゃないんですね。その言葉っていうのが和歌になってこう変わっていくというふうに、まあ,あ、人の心から生み出される、あ まあ、最終形態っていう感じかな。まあ、和歌というのが、あまあ、できているんだと。2年生の時に皆さん、えー、言葉の力っていう、えっ、ー、と、大岡誠さんだったかなっていう方がやっていた、あっと、お話。まあ、えっ、ー、と、随筆ですね。それをちょっと勉強したのを覚えているでしょうか。人の本質っていうのは、えっ、ー、と、その言葉。 だけをまあ切り取るのではなく、その言葉を発するその人の、あと、過去であったりとか、考えとか、まあそういうものが、あと、バックグラウンドにあって、で、その一部分が出てきているのが言葉だと。あの、桜の花っていうのは、桜、花だけがピンクだけど、実はそのピンクの成分っていうのは木全体に満ち満ちているんだよ。でも、ピンクを出すのは花だけなんだよ。言葉も一緒だよね。 なんか、そういうのを2年生の時やったと思います。それとちょっと似てますよね。人の心っていうのが、まあ、出発点であり。そして、それが、こう、いろんな、あと、曲折を経て、最終的に形となって出てくるものが、まあ、言葉。そして、それの、それを組み合わせた和歌と呼ばれるものなんだ。まあ、そういうふうに、えー、山と歌というものを、こう、定義しているわけです。これが、まず最初の部分ですね。 はい。では、次の部分いきましょう。2番目です。世の中にある人、ことわざ刺激者なれば、心に思うことを、見るもの聞くものにつけて、言い出せるなり。です。はい。ここでじゃあ何を言っているんでしょうか。まず、世の中にある。このあるっていうのは、まあ、存在する。まあ、この世の中に存在している人たち。 ということですね。で、ことわざ刺激ものなれば、このことわざっていうのは、あの、猿も木から落ちるとか、そういうことわざではなくって、あと、まあ、仕事とか、出来事とかを表すことわざです。まあ、漢字で書くと、こと。 技。まあ、事業って読めますけど。まあ、要するに、ま、なんか起こる出来事。ことですね。っていうのが刺激ものなるんですよね。刺激ものなれば、刺激っていうのは、まあ、たくさんある。ということです。この世に生きている、存在している人たちっていうのは、ここ。 世の中にある人はを補います。えっ、ー、と、仕事。いろんな出来事っていうのが、まあ、たくさん起こるものなんだと。なればの、なれはこれ断定ですね。である。ば、これはのでと訳しましょう。世の中に存在する人はいろんなことがたくさん起こるものであるので、 心に思うこと、思うではなく、ここはう。心の中に思っていること。まず、そこから生まれるんですよね、言葉っていうのは。心に思ったことっていうのを、見るもの、聞くものにつけて言い出せるなり。つけてっていうのは、まあ、んと、こっちは難しいですが、まあ、託してって感じかな。まあ、 えっと、知っているものを、あと、用いないと、まあ、言葉として表現することってできませんよね。まあ、言葉。まあ、知ってることだったら言えるけど、知らないことは言えませんから、当たり前ですけど。なので、えー、今までに見てきたもの。あるいは今までに聞いてきたもの。まあ、そういったものに、ああ、と、自分の思いというのをこう託すんですね。だから、まあ、例え話みたいな。あ すごく美しいな。美しいものを見た。それはこう、美しいという言葉を知ってれば、まあ、美しいというふうにそのまま言えばいい。でも、例えば、他に今までこう、美しいと思ったものをこう過去に経験してる。花がめっちゃ綺麗だった。っていうんだったら、あ、すごく美しい。花みたいに美しい。っていうふうに、今までに見たものに託して、花のようにみたいな感じで言ってあげれば、よりわかりやすいですよね。そんなふうにして、言い出せる。 ここのひはいいですね。まあ、言い出す、言い、表す、なり、断定ですので、だ、となります。はい、世の中に生きている人はいろんなことっていうのが、まあ、たくさん起こるものであるので、 心に思ったことっていうのを、まあその都度見るものや聞くものっていうものに託して言い表しているんだよと。はい。これちょっと覚えておいてください。まあそれをまあちょっと訳でまとめたのが裏面です。はい。本文もう一回見たいっていう人はね、動画ちょっと戻して考え、えー、もう一回見てくださいね、えー。この世に生きる人たちは様々な出来事に関わって生きているので、 心に思うことを見るものや聞くものにまあ託して、それに寄せて、思いを寄せて言葉にしているんだ。まあ、そんな風に取ってもらったら OK です。はい。じゃあ、三つ目行きましょう。えー、と続きです。花になくうぐいす。水に住む河ずの声を聞けば、生きとし生けるもの、いずれか歌を読まざりける。 はい。ここね、えっ、ー、と,と、とても重要な部分がありますので、あと大事に聞いてください。ま,あ、まず、花になくうぐいす。ここに、えー、地味に歴史的かなづいがあります。うぐひすと、ひらがなでは書かれていますが、まあ、うぐいす。そして、水に住むかはずと書いて、これは、わ、すにてんてん。うぐいすはいいとして、 かわずって皆さん何かわかりますこれ、えっ、ー、と、漢字でこう書かれていますが、これ本来だったらカエルって読んでますよね。でもこれは、えー、カエルの鳴き声っていう風に訳すと、実はちょっとニュアンスが違うんです。というのも、このかわずっていうのは、このと当時というか、ここでは、 川の鹿と書いて、これ、カジカです。この水に住む川図というのは、これ、カジカのことだよ、という風に訳されています。カジカって何やねんっていうと、これは、まあ、カエルのことです。<laughs> なので、結局カエルなんですけど、カジカガエルっていう種類のカエルがいるんですよ。はい。うんと、まあ、なんか、山間部の と清流に住むようなタイプの、あっと、カエルの一種です。皆さん、二年生の時に、盆土産ってやりましたよね。盆土産、もし、あの、教科書持ってる人がいたら、もう一回ちょっと見直してみてください。こいつ出てきます。カジカ。カジカが鳴いてるところで、あの、主人公が釣りをするんですよ。お父さんのジャッコ釣りをするんですね。っていうふうに、このカジカっていうのは出てきます。まあ、あと、頭の中では、まあ、カエルの鳴き声って思っといてくれたら、まあ、それで大丈夫です。 はい。じゃあ、ここでは何が言われているのか。まあ、花に泣くうぐいす。これは、花に、花にこう止まって、ぴよぴよと、鳴くうぐいす。うぐいすは、皆さん知ってますよね。ほうほうききょって鳴くあの鳥です。 はい。花に止まって、こう、泣く、うぐいす。そして、水に住んでいる、まあ、カジカ。まあ、そういった生き物たちの声がするんですよね。その声を聞けば、こう思う。生きとし生けるもの。いずれか歌を読まざりける。ここが重要です。生きとし生けるもの。これはなんか、フレーズとして聞いたことある人も多いんではないかと思います。 この、えー、るっていうのはえー、っと、まあ、りの連帯形につながる形なので、お、何々しているですね。で、生きとし生けるもの。これは、まあ、この世に生きるものすべて。まあ、この世に生きているものですね。 なので、まあ、すべて、えっ、ー、と、すべてっていうのは、まあ、ここに補うと思ってください。このように、生き、生きているもの、すべては、いずれか歌を読まざりける。いずれの図は、まあ、すに点てん,てん歌を読まざりける。いずれっていうのは 誰っていう意味です。で、ここで出てくるかっていうのは、まあ、えっと、訳すとしたらが。つまり、誰がっていうことです。いずれか。誰が歌を読まざりける。ざりというのは、えっと、打ち消し。なので、何々ない。まあ、しない。 で、ここの、ケるは、えいなんとかだなぁ。みたいな感じですね。<laughs> で、えっ、ー、と、本来なら、この、ケるっていうのは、読まざりケりになるんです。なんだけど、ここに、ゾウナムヤカこその、カが入るので、ここが、ケりではなく、ケるになっています。これ何でしたっけ そう。かかり結びですね。赤字がいっぱいで見にくいかもしれませんが、ついてきてくださいね。かかり結びもここで出てきます。誰が歌を読まない、まであろうとかにしましょうか。誰が歌を読まないであろう、ここ。 かっていうのは実は、あっと、まあ、ここに、こういう形で出てきます。いずれかというのが、まあ、最初にあるので、これ実は疑問形ではなく、まあ、反語。 と呼ばれるスタイルになっていますす、まあ、形式は疑問です誰が歌を読まないであろうかっていう質問形式で皆さんに問いかけていでもこれはあと本当にそうやって聞いているのではなくってその裏にいやいやと規定が入るんですね。いやすべて歌をみんな歌を読むでしょうよっていうふうな感じにと歌を読まないやついる いねえよなーってそんな感じですね。あとまあ、反語的な、あと要素がここに入っていると思ってください。はい、ちょっと長くなりましたが、まとめます。えー、花に止まって泣くうぐいす。ほうほききょというその声。そして、水に住むかじかの声。げろげろというその声。生きとし生けるもの、すべての生き物っていうのが、そういうふうに声を発しているんですよね。この声っていうのはまさに、 歌を読んでいると一緒じゃんじゃないかと。はい。ウグリスだって花をと鼻止まって泣き声を発してるんです。そして水に住んでいるカーズだって、カジカだって、まあ、声を発している。つまり、生きとし生ける全てのものっていうのは、いや、もうこれ全部が全部歌を読んでるんじゃないか。歌読まない生き物っていないんじゃないか。 歌読まない生き物って、いるかないや、いないんじゃないっていう風に繋がるんですね。つまり、ウグイスも和歌を読んでる。カジカも和歌を読んでる。なので、あとまあ、動植物とか、まあ、人間、もうすべての生きとし生けるものっていうのが、和歌を読んで生きてきてるんだ、という風に、もうものすごい言説ですが、言っているわけです。皆さんもなんか感動したら、あ和歌読みますよね。 私もよく読んでるんですけども、みたいな感じで、すべての生き物がこう歌を読む。それぐらい和歌っていうのは広く私たちの心、生きとして生きるものすべてにこう浸透しているものなんだ。っていうのをあここで主張しているというふうに思ってください。はい。で、最後、4番目のところ、ここがラストですね。 ここで、えっと、最初に言った和歌の功用、つまり、どういう、えっと、いいことがあるのか、使い道だったり、効き目について語られます。力をも入れずして、雨土を動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ、男女の仲をも和らげ、たき者の負の心をも慰むるは歌なり。ということで、 うんとここでは、まあ、う歌つまり、和歌というのが、こんなすごいんだよっていうのを、まあ、いろんな例を元に紹介しているわけです。歌で、あると。じゃあ、和歌とは何ぞや。まず最初、力をも入れずして、雨土を動かし、 入れず、これが打ち消し。力入れない。入れなくても雨、雨土を動かす。雨土っていうの前、天地と書いてますが、天地の神です。要するに、そこに宿っている神様を動かすものなんだ。 さすがに和歌を読むだけで、あの、大地がこう、ブォーって、浮き上がってくるみたいな、そういう、あの、超能力みたいなことはないかもしれませんが、でもそこに宿っている神々の心とか、神々の、あーを動かすっていうことはできるんだよ。それができるのは和歌なんです。で、これ、適当言ってるように聞こえるかもしれませんが、実は、あと皆さん、古事記って知ってますかね まあ、えっと、いわゆる日本の神様、八王万の神様っていうのについて語られているところで和歌って出てくるんですよ。<laughs> えっと、まあ、よく、出雲大社とかで祀られているスサノウの御事、皆さん聞いたことあるかもしれませんね。このスサノウの御事っていうのも、実は和歌を読んでるんですね。 えー、日本最古の和歌として、えー、役も立つ、えー、いつも八重垣、つまごみに八重垣作る、その八重垣を、なんていう和歌を残しているんですが、まあ、神様が和歌を読んでいる。で、その、そこから始まって、えっ、ー、と、いろんな日本の神様っていうのがこう和歌を読み合う、なんていう場面が古事記だったり、えっと、まあ、いろんなあ書物とかにそういうのが語られているわけです。つまり、 神々の中でもこの和歌のやりとりっていうのはあったんだ。あるいは神と人間とのそのやりとりみたいなところでこの和歌っていうのが使われるんだ。まあ、そんな風にあと雨、それを雨土を動かす力があるという風な形で表現をしています。目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ。目に見えぬ。これはこれ同じく打ち消し。見えないですね。 鬼神っていうのは、まあ、荒々しい鬼の神様。だからなんか、怖いやつかと思うかもしれませんが、えー、教科書とか見てみると、これは、精霊と訳されています。はい。まあ、なので、まあ、いろんなところにいる、まあ、精霊、そこに宿っている、まあ、不思議な、まあ、存在。 ぐらいに思っておいてください。まあ、雨土の神とちょっと似ているかもしれません。そういう私たちには見えないような超常現象的なこの精霊、スピリット、そういったものをも哀れと思わすことができる。あー晴れではなく、哀れと思、はではなく、思わせることができる。要するに、哀れ、これはしみじみと感じさせる。 <laughs> 精霊にも気持ちが届くんです。どうやって和歌によって気持ちを届けることができる。こういう鬼神でさえも、哀れっていう感情を抱かすことができるんですね。それができるのが和歌ということなんです。さらには、これすごいですよ。男女の仲をも和らげ。こ読みがなに えっと、和音の緒がありますが、これは、あ、い、え、おの、おに直します。まあ、男女の中というのも、あと、親しくさせることができるんです。どうやってやっぱ和歌なんです。はい、好きな女の子、好きな男の子、いるっていう人は、ぜひ、和歌読んでください。はい、これも、なんか、大げさなように聞こえますが、でも、実は、こういう平安時代の人々とかっていうのは、 えっと、気のある男性、女性の間で、こう和歌をこう読み合う。<laughs> まあ、気ぬぎののふみとか言って、えっと、まあ、こう、夜にこう、会って、で、その別れ際にこう、和歌を送るとか、そして、それに返す、それに返すとか、まあ、そういったことをやっているんですよね。 これはだから実際にその当時の人たちは、あと、男、女、恋っていうのの始まりは、和歌がすごく関係しているわけです。はい。もうそれぐらい、男、女の関係。ここにも、あと、和歌っていうのは有用なんだ。そういうふうに言ってるんですね。さらに、えー、たけき,きもののふの心をも慰む。たけき,きもののふ。 このたききっていうのは、勇敢な、まあ、勇猛な。もののふはこれもう読んで字のこと。これ武士です。はい。そういう、ものすごい勇猛な、強い、かっこいい、かっちょいいっていうような武士であっても、和歌。この和歌を送ると、あとまあその心を慰めることができる。はい。 慰むるものと,、えー、と補っておきましょう。まあ、4パターンちょっと例を紹介しましたが、和歌っていうのがどういうものに効くのかっていうことで、えー、といろんな和歌の効用というのを紹介しています。まとめますね。力も入れずに天地の神々の心を動かすことができる。そして、目に見えない精霊もしみじみとさせることができる。 そして、男女の中を親しくすることもできる。さらに、有猛な武士の心をも慰めることができる。これができるのは一体何なのか和歌なんですね。それぐらい和歌ってすごいんだよっていうのがもう強調されていると思ってください。はい。そして、じゃあそんなすごい和歌っていうのがこれから語られますよということで、この後に和歌がいろんな形で紹介されていきます。 はい。で、実際にじゃあ、その和歌の内容に入っていくのは、また次の授業のところでになりますが、えっ、ー、と、ここで紹介されている和歌っていうものの本質、そして和歌の、まあ、有用性ですね。まあ、こういったものが、うんと、どういうふうに語られているのか、まず、熱さはちょっと伝わったかなというふうに思いますので、それをまず理解しましょう。そして、えっ、ー、と、本文ですね。鼻に泣くうぐいするとかうん、いずれか歌を読まざりけるとか。 まあそういったところをまずこう、あと頭にインプットして、そしてあとこういうふうに交点の読み方として、まあ、えっ、ー、と、助動詞だったり、品詞だったり、まあそういうものにも着目しながらこう読み進めることができると。いう部分についてもしっかり意識を向けて、あとこの古今和歌集の彼女、これ読めるようにしていきましょう。そしてそこからさらに和歌。 というのにも入っていきますので、まあこういった古典の知識っていうのもね、しっかり復習をしておいてください。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、はい、今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。